どうもロッチン TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。で、今回なんですけども、パカライブ TV でゲームアップデート情報が結構来ました。かなりやばい内容が来てるんで、ちょっと皆さんまとめてきたんで、見ていきましょう。ちなみにですね、プレゼントとかの部分はちょっとコメント欄に書いておきます。まずはね、新キャラクター、新イベント、新ストーリーとかね、いろいろ来てるんで、そちらのゲームコアな部分を、まとめてまいりました。追加があればコメント欄に書いておきます。ちょっと追加ある可能性もあります。ということで、まずはですね、こちらすでに見えているんですけども、新ストーリーが発表されました。新ストーリー第5章、そこには私の見たい景色がきっとあるはずだから、サイレンス通過の新ストーリーが来ております。これすごいよね。ちょっと次のスライドいきます。で、こんな感じで、一応ですね、パカライブの途中で見てたんですけども、約束っていう感じで、めちゃくちゃなんかね、映画みたいな感じでめちゃくちゃかっこいい PV が流れておりました。公式の方でもね、一応見れるのでね、見逃してる方はチェックしてみてもいいかもしれません。はい、ということでね、メインストーリー5章、サイレンス塚シーナリー、景色ですね、景色という英語の単語、こちらが12月22日に解禁されます。まずこちらでかい情報はドドン。はい、そしてこれがね、一応ゲーム情報っぽくもね、紹介されてたんですけども、このようにね、圧倒的な速さとと始まるね、誰も見たことのない走り、景色へとつながっていくというねストーリーがあります。こちらが12月22日の12時から追加予定でございます。22日って、明日、明後日なんだよな、もう来ちまうんだよな、そう、これはやばいっすね。はい、そしてですね、こちらさらに、このストーリーでの配布サポカのこのねスキルなども出ております。ちょっとここら辺は解説も挟んでもいいんだけど、マジで熱い内容が多すぎるんで、ちょっとだけ見ていきましょう。ちょっとだけで、今回こちら配布サイレンス塚なんですけど、まず注目ポイント、こちらスピードサポカで来ております。これはね、ちょっとね、美課金無課金の方にもありがたいスピードで来ているんですよ。で、ちょっとね、このスピードっていうところからまず見ていくと、まずね、固有ボーナスにトレーニング効果アップがあります。なんでここで一応 5% 以上のトレーニング効果がある。で、ここに友情ボーナスがありますよね。そして、ここにやる気効果アップもあるということなので、まあ、練習生のね、これはまあやる気効果、友情の、パーセントにもよるんですけども、まあ、配布なんでね、ある程度は落とされてるとは思うんですけども、まあトレーニング効果アップあるんで、ちょっと使える可能性もあります。まず練習性能としてもね。で、そして、スピードボーナスもあるので、スピードの伸ばしやすいサポートカードになると思います。で、あとはこれは予想なんですけども、サイレンススカ、他のサポカでもそうなんですけども、イベントでスピードが伸びていきます。なんでこれは結構使えるんじゃないかなというのが一つ、まずは練習性の部分でございます。はい、そしてね、注目ポイント、スキルはですね、他のねサポカと同じなんですけども、逃げコツや逃げコーナー、そして逃げ直線とね、逃げめちゃくちゃ強くなる。で、あとはね、以前も注目された押し切り準備、逃亡者の回スキルとかあったりして、あと急ぎ足もね、これも脱出とかね、コンセントレーションの回とか、まあ普通にね、白スキルは強いです。これは以前と同じです。で、金スキルがですね、切り開くものとなっております。で、こちらなんですけども、この金スキルは一応中盤戦闘条件で、下位の白スキルはね、すでにあるんですけども、まあ、中距離で逃げだと、まあまあ使えるというスキルになっております。特に逃げは、まあ、どっちにしろ戦闘を取っていないとダメなので、まあ、中盤で戦闘に立てないっていうことは、ちょっとね、暗スキとかが出せないんで、まあ、一応この金もね、使えるかなというところだと思います。はい、そういうことで、まずは新ストーリー第5章、そして、新サポートカード、これも配布できますので、こちらもまずは熱い情報です。はい、で、次に一応ですね、ストーリーの新曲も発表されておりました。新曲自体は放送では、軽く出てました。もっと聴きてえなーってなったんですけども、めちゃくちゃ曲もかっこよかったんだよね。曲名はトランスフォーミングというね楽曲で、こちらもストーリーと同時に来ます。これもね、実際そのフルバージョンというかね、気になるところでありますが、なんかめちゃくちゃかっこよかったです。とりあえずね、チラ見せで、いや、これも楽しみでございます。はい、そしてですね、次、ゲーム情報なんですけども、サークルに関するデイリーミッションが追加という、ね、アップデートが来ます。これも22から来るんですけども、まあ、所属サークルね、まずね、様子を確認しようだから、まあ、ログインしようみたいな感じとか、あとは靴とかを投げたりすると、このね、サークルポイントのこの王冠マークのやつもらえますので、これでさっきの SSR サイレンス塚とかね、
まあ他の成田ブライアンとかもそうですけど交換できますので、これもありがたい機能だと思います。そしてサポートとかね、一応ねポイントとかもあったりするので、こちら、これで、皆さん取っていきましょう、サポートカード。はい、そして次回レジェンドレース情報おさらいでした。これはですね、前から一応ね、前の動画でも私も紹介したものなんですけども、レジェンドレース、まあ、オグリのピースとかねもらえたりするのがおさらいで紹介されておりました。はい、でこちらもおさらいのねありましたね、これはおさらいで今後あるのが有馬記念で帝王のピースがもらえます、ホープフルステークスで、成田大使のピースがもらえるということです。はい、であとは特別遺跡も開催されるということが一応ここでもね、出ておりました。特別遺跡は27日から、行われるようです。まあこれはねちょっとねボックスパンパンなんで、個人的には殿堂入りの数も増やしてほしいっていうのがあったんですけど、まあ今回すごい内容濃いんで、まあまあいいでしょう、行きましょう。はい、そしてここからが、まあ、結構新しい情報です。ゆく年来る年キャンペーン第1弾開催ということで、こちらねお正月の、まあ、キャンペーンですね、こちらはねお正月の、イベントの方もあるんですけど、まずキャンペーンでございます。でこれも一応第1弾と言っているので、ちょっと馬娘のこのねゲーム発表とかってちょっとねまだまだあるっていうのがあって、まず軽く第1弾ということで発表されてます。ここは一応まあ前回のねハーフアニバーサリーとかでもそうだったんですけど、第2弾とかもあったりするので、それも期待したいところです。多分お正月なんで、まあジュエル配布とか何かね毎日そのガチャ無料とかねなんかあるとは思うんですけど、まず第1弾はこちらとなっております。でこの内容なんですけども、温泉旅行券当選アップキャンペーン、これが27日から来るようです。これなんですけど、まあ、若干これも上振れかなと思って、まあ、ちょっとねその人参ハンバーグの分が、これに変換されるのかなとも思うんですけども、もしティッシュの確率が減るんだったらこれ普通に育成の上振れになっちまうし、まあなんなら温泉ねいろんなキャラクターめちゃくちゃ温泉がさもらえるんだったらさ、これはねちょっとね嬉しいイベントです。育成中に温泉来たーっつって、ね、楽しくやっていけるかなと思います。でここに書いてるんですけども、年末カウントダウンログインボーナスなどもっていうのがあるんで、これがねまあ今言っていたねちょっとジュエルとかも配布されるんじゃないかなと思います。いやマジ期待しかない。はい、そして次ゲームのアップデート情報、こちら一部の悪いコンディションについて、これ来た時ちょっと笑ったわ、これ笑ったんですけど、いやこれでいいよな、神アップで来たよ。悪いコンディションが夜更かし気味、怠け癖、偏頭痛、こちらがですねまず確率が低下いたします。これ結構まあそうだな、めっちゃ要望出されてたもんね、みんなちょっとバス停の確率がやばいっつって、しかも夜更かし気味なんてお休みコマンドを選んだだけで出るから、お休みコマンドのリスク高すぎでしょうとかね思ってたんですけど、これがまず低下します。これはマジで神アップで、これマジ神アップでなんですけども、さらに、まずね出る確率が低下、そしてやる気ダウン削除しなくなります。一応これはまあ一部のイベントということなんで、まあね全部じゃないんですけども、やる気ダウン効果もなくなる。だからまあ夜更かし気味とかなった瞬間とかね、すぐやる気下がって、で次のターンすぐですねもうやる気がめっちゃ下げられるってことあったんですけど、やる気ダウンもなくなって確率も低下します。これはね待ってたよな、待望してたし結構望まれてた効果だと思います。これはね神アップデートだと思います。これもね育成バブルにもつながると思います。はい、ということで次いきます。いやーすごいね盛りだくさんなんですけども、まずはこちらストーリーイベント、スイカ両乱新春カルタ合戦ということで、こちら来ております。これがですね一応、お正月イベントということで、前回の動画でも言ったんですけども、これね正月が31日からっていうのが見えてます。12月31日から、正月イベントが来るので、ちょっとこの後ね新キャラ紹介ねちょっとみんな知ってると思うけど、やるんですけど、まずガチャ期間がこれ31日までになります。これはマジで前回の予想ではないんですけど、その動画で言ってたガチャが31日までの、まあ、1週間ガチャになって、その次正月かもねって言ってたんですよ私の動画で。なんでそれがドンピシャできて、ドンピシャで正解して、これね来ます。いやーこれがちょっと悩ましいんですけどね、正月がなんで別衣装で、正月衣装ででカルタ、誰が正月の別衣装になるのか、性能も強そうですけども、まずイベントとしてここが紹介されているということです。はい、ここちょっと分けて考えたいんですけどね、正月イベントが31日からです。ちょっとこれも俺もね年末も忙しいかなという感じになってます。
はい、そして新イベント、ここもなんかねかなり気になるところだったんですけども、新イベントレーシングカーニバルというのが開催されます。で一応ここのテキストね、これね情報がこのペラ1だったんでちょっと解説していくと、決められた馬娘たちとレースで勝負しよう。なんでこれね、あれレジェンドレースじゃねみたいな、決められた馬娘と勝負する。でレースに勝つと専用ポイントが貯まって報酬と交換可能。なんでただレジェンドレースは勝ったら普通にただねピースもらえるって感じだったんですけども、勝ってポイントを貯めていって、交換所で交換するっていう形らしいです。これは、一応ね放送中にこのペラ1のこのスライド以外から、トークで言ってたことを抜き出すと、一人で遊べるモード、そして強い馬娘が出てくるっていう風に言っておりました。それがね喋りで言ってたんですけども、まあこれ以上の情報が一応今のところなくて、近日開催予定という風になっております。これはですね一応ね交換所でのポイント交換なんで、ここにまた虹の結晶とか入ってたら、結晶編が入っていたら熱いかなとも思ってますし、その強いってちょっとだけ言ってたんで、まあその強さが結構面白いものになっていたらいいかなとは思うんですけども、このイベントも期待していきたいと思います。はい、そして次がこちらです。はい、そして次ガチャ情報いきたいと思います。ここからがねすごいんですけど、ちょっとね盛りだくさんでやっていきます。ちょっとここはじゃあまあ軽くいきましょう。でピックアップサポートカードガチャ、次のガチャ更新22日からはまずはサポカー復刻でございます。で復刻かなっていうのはちょっと言ってたんですけど、周期的にね。で、復刻でまあ他のね名前も言ってたんだけど、千代の王とかね出してたんですけども、今回ネイチャー復刻します。ダイスネイチャー早いなっていう感じがあった。そしてもう一個がオグリキャップです。でちなみになんですけども、オグリキャップも一応地固めがもらえたりね、あと豪脚とかマイルとかでもまあまあ取っていく可能性もあるスキルっていうことで、オグリキャップの方も強いです。なんですけど今回の復刻はネイチャー復刻なんで、いやネイチャーはほんと賢さの中で乗り換え上手あるっていうのもあるんですが、まあなくてもねその練習性能が強かったりイベントの回復があったりとかね、非常に強力な賢さのカードになっているんで、このガチャもちょっとネイチャー復刻が熱いっていうところになってくると思います。なんで一応あったのがファインモーションの復刻ってどうなるのかなと思ってたんですけども、ネイチャーの方が早く来てしまったということになります。しかも強い賢さカードということです。まあファインモーションはねキャラ来たからどうかなってことあったんですけども、ちょっとこの復刻ネイチャーについてはまあ皆さんの手持ち状況、ジュエル状況でってことになるんですけども、ここからが大変。ちょっとネイチャーも来てんのに、はい、こちら、タマオクロスでちょっと実装されるのかどうかなと思っていて、この画像も用意してたんですけど、またしても実装されないタマオクロスさんがなんと実装されましたので、これこちら実装されました。はい、こちら見ていきますドン。はい、ということでね、次のキャラクターガチャ、疾風陣雷タマモクロス、星さんタマモクロス来たこれは完全に真のトレンド入り、タマモクロスまたトレンド入りするんですけど、これはついに北側のタマモクロス、こちらがトレンド入りすると思います。ちょっと見ていく。はい、こんな感じでね、ちょっとねいいシーンをこれねスクショしたんで、この守りたいこの笑顔ということで、性能を見ていきましょうドン。はい、ということで今回ですね性能 も出てました。すでにまず順番にいきましょう。マジでねこのねタモクロスね、まずねこの前日前々日か今の段階でめっちゃ強いなって印象があります。はい、ちょっと順番に見ていきます。順番に。はい、まずは適正このようになっています。芝 A、 そして中距離 A、 長距離 A、 先行 A、 差し A、追い込みへ。なんで客室がめっちゃねいろいろいけるっていう感じになっております。一応青春杯考えると爆発がばらけるっていうのは一応あるんですけども、まずですね追い込みいけるのがね強いですね、これね。はいはい、追い込みへ、これは一応ね青春杯の適性からもねまあ見えてはいたんですけども、こんな感じです。であとダートが一応 F ではありますね。そこがちょっとだけ注目ポイントなんですけども、ちょっとね盛りだくさんなんでね行きましょう。まず成長率非常にいいです。これはゴルシと同じスタミナ20、パワー10でございます。でゴルシ育ててればわかると思うんですけども、まあ普通に育てやすい成長率、特にパワーついているっていうところが、まあ、強い成長率とも言えると思います。なんでまず成長率申し分ない、適性もまあ中距離長距離いけるっていう感じなんですけども、ちょっとまあこの二次スキルもあるんですけど、これからまず見ていきましょう。これからはい、ということでまずは直線一気があります。直線一気
完備しております。なんでこれは直線一気の因子とかを別に周回する必要もないし、直線一気を爆発で粘る必要もないし、まず直線一気あって、さっき言ったね追い込みいけるっていうところから、まあ今回有馬記念のサジタリウス祭でも強い馬娘になると思います。つまりまずこれだけの情報から見ても、普通に、成長率がゴールシと同じなんで、直線一気をデフォで持っているゴールシっていう風な感じにもなります。はい、なんでまずその時点で強いんですけど、さらにちょっと見てください。こちらですね、ちょっと迅速下段ちょっと置いときましょう。迅速下段ね、かまちゃんね、サポカにもついてるからね、差しの中盤の速度上げです。まあこれも悪くはないです。ただ今回は、追い込みで使っていくっていう話をすると、これね、尻尾の滝登り、これがですねついに来ました。尻尾上がりの上位スキルです。まず尻尾上がりね、まあ尻尾上がりっていうスキルはねかなり強いんですけども、その上位版の金スキル尻尾滝登り持っているということでございます。いやこれはねめちゃくちゃ強いです。まずこの時点でちょっと固有がどうこうって話もあるんですけど、まずこの時点で普通に直線一挙デフォで持っているゴルシー、さらに尻尾上がりデフォで金まで持ってる、金の尻尾上がり持っているタモクロス、やばいんじゃないかなとは思っております。で他の客室で育てるときもね、差しだったら迅速化だ、先行だったら高位追走とかね、いろいろあるということでございます。いやこの時点で強い、はい、ということになっております。であとはね、こちら白い稲妻見せたるでということで、この二次スキル、保有なんですけども、これもですね、まあ今ねちょっとね、まあ、実装されてから実際のところ言いたいんで、まあ今回ね長くなっちゃうんで軽くいくんですけども、普通にこれ多分強いです。まずねちょっとね、まあ実装とかもあるからその時に言うけども、レース後半なんで 50% 以降のところ、そこの直線です。つまりサジタリウス祭で言っても、まあ、まあ不沈感が出るところから、まあその最後のねコーナー入る場の直線、そこでも出ると思います。で高位置なんで、まあ2位から4位か分かんないですけども、前の方にいるパターンと、あとは中段から前を狙うっていうのがあって、これは追い抜き判定というかね、追い越しモードになるというか、追い抜こうとするみたいなところなんで、結構ね普通に発動はめっちゃすると思います。でただちょっとね、これちょっとまあ深いところなんで、ここ無視していただいてもいいんですけども、これなんで高位置と中段分けたかっていうのがあって、ちょっとねこの発動しない位置にいてちょっと遅めに出せるとしたら、ちょっと 50% から 60% とかいう条件もあるんですけども、もし 50% 以降どこでもいいよっていう条件だったら、ワンチャンそのね、その追い抜こうとするモードを外して高位置側で追い込みで出した場合、遅く出したら接続する可能性もあるんじゃないかなということで、接続したらもうやばいですよこれは。ちなみに効果が、加速と速度のハイブリッドなんで、接続もしできるんだったら鬼です。ただまあ一応ね多分結構発動しやすいですこれなんで、 50% 時点で出て中盤の押し上げ見たくなるかなというところなんで、まあ早く発動した場合はね、クリスマスオグリの固有が早く出たみたいな感じになるんですけども、まあどっちにしろ速度部分あってね、中盤も上げれたりするので強いスキルとなっております。いやこれはやばいっすよ、マジでやばい。なんかねぶっ壊れって言ってもいいかも。あ、人権ってやつあるの、なんか人権警察が来ちまうやつ。いやこれは人権警察もピピーっつってね、結局人権タマモクロスくんが出てくると思うんですけども、ちょっとねこれ実装しても興奮してるんですけども、ちょっと実装してもね解説したいと思います。めっちゃ強いと思います。はい、でさらにですね、今回パカゼミというものでこのイベントも明らかになってたんですけども、それもやばいです。でまずはこちら、馬群を怖がる期間というものがありまして、育成2年目に、馬群を怖がる期間というものがあって、レース出走すると体力をね追加で消耗してしまうというのがあります。なんで一応マイナスっぽいことにはなるんですけども、こちらこの期間中に重賞レース、まあ、G3 以上のねレース、こちらに勝利すると、目標達成の時にね、キャッシュバックみたいなのがあるっていう感じになって、スキルポイントが通常よりアップします。なんでこれもねスキルポイントの増える量にはよるんですけども、普通にスキルポイント多ければねその分スキルが取れるんで強いイベントにもなるかもしれません。一応体力は消耗するんですが、その分リターンもあるということです。
ちなみにこのイベントはそのね、手術のタモクロスもね、まあそういうことがあってっていうところで、まあね、ちょっと落馬しちゃったみたいなのがあったりするとかね、そういうとこあるとこが紹介されてました。あとはそのね、まあ怖がっちゃうっていうのは、これも手術準拠なんで、まあそういうイベントがあります。これもまあ強いんじゃないかなとは思います。はい、そしてイベント丸に、こちら衛星三強完全勝利イベントっていうのがあって、こちら宝塚記念、天皇賞秋、ジャパンカップ、有馬記念、これをすべて一着になるとイベントが発生するということです。で、これがこれもねやばいと思っていて、まずスピード上がります。これもまあすげえいいんだけど、尻尾上がり2でもらえるんだよね。なんでさっきの金スキル安くなるっていうのがあって、いやなんか強いとこしかなくねみたいな感じです。この尻尾の金も安く取れるようになるので、ここやっていきたいということです。で、これね、ここに書いてるんですけども、ジャパンカップ目標レースではないとなので、これはね、追加で出ていくという必要があります。いやただね、ヒント2でもらえてスピードも上がるっていうのは普通に強いだろっていう感じのイベントでございます。はい、で、あ、これはちなみにこれね、まあ、一応隠しイベントみたいにね言われるやつですよね。普通の今娘で言うと特定レースに出るとかやっていくということです。まあ隠されてはないですけどねっていつも言うやつです。はい、そして次がアキンのイベントがあります。ちょっと待ってくれこれ見た時も声出たわ。普通に商店街の知り合いの手伝いで偽番をするイベントが確率で発生、その結果に応じて以下の能力を獲得ということで、ちょっと待ってくれっていうのがこれです。切れ物しかも、賢さとかも伸びるんですけど、切れ物イベントありこれ多分ただ、勝負服イベントで、そのね低確率でつくっていうことだとは思うんですけども、勝負服イベントが切れ物というだけでも普通にアドバンテージでございます。まあしかもこういう風にさ、あのさ、パッカライブ TV でさ、切れ物取れますっていう発表をするっていうのはめちゃくちゃプッシュしてるなと思います。これ多分、まあ、解説的に言うと、そのね、切れ物イベントの、あの大成功っていう確率が結構ね、まあ、低めにはなると思うんですけどもね、実際ね、解説を言うとね、ただまあそれでも、スピード20が上がったりとかね、賢さも上がるとかは普通に強いですし、まあちょっとね、こんな切れ物までついてますよってガチャ発表前に言う、ガチャ発表でね、何日前に言って、もうやばいやんやばいことになっているかなと思います。はい、そんな感じでね、タモクロスめちゃ強いんですけども、あと解説が、このね固有の白い稲妻ですね。で、まあ一応ここに関しては、順位条件とかはね実際実装されたら言っていきたいと思うんですけども、これわざと分けてるんですよね、一応ね。そこがちょっとだけ俺は事前の注目ポイントだと思ってます。で、これが追い抜こうとしているっていう時に、ね、ということです。なんでこの追い抜き判定がめっちゃ遅くできるんであれば接続狙えるとかね、いろいろあるんですけども、こちらね公式情報で速度と加速力という風になってます。まあ普通に 50% 時点で出たとしても強えんで、いややばいと思います。はい、ということで、こちらは前回の動画で使った CM なんですけども、いやー、ウマ娘が盛り上がってきたし、タマモクロスはこれはもう真のトレンドよ。切れ物あってさ、尻尾上がりの金あってさ、やばいよね、直線機あってね、ということになっております。またね、実装されたらさらに深い解説もしていきたいと思いますので、よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではのちん TV でした。いや今回も激アツすぎるな。年末正月も何が来るか、正月もやばそうっていう感じで締めたいと思います。それではまたね、他にもウマ娘動画を上げていますので、よければもう一本動画を見てみてください。のちん TV でした。またな、バイバイ。